スタジオには南海放送広報担当の玉岡さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。昨年も実施されたんですが、海と日本プロジェクト in 愛媛が今年もスタートしました、はい、愛媛の海を盛り上げるプロジェクトですよね、はい、改めて海と日本プロジェクトとはどういった内容なんでしょうか。はい、それはこちらの VTR をご覧ください。これからの季節は海が最高に気持ちいいですね。愛媛県は瀬戸内海に面していて、島中南予とどこでも海と大きく関わっていますよね。その海の魅力を存分にお伝えする海と日本プロジェクト in 愛媛。日本財団総合海洋政策本部、国土交通省を中心にオールジャパンで推進するプロジェクトが今年もいよいよスタートです。海で開催されるイベントや愛媛の海に関わるキーパーソンの紹介など、また海を学んだり海を体験したり、そして海を表現したり、愛媛の海が今よりずっと好きになること間違いなしですよ。レポーターの一人として私玉岡体当たりでレポートします。玉岡レポーター張り切ってますね。夏バテしないように頑張ってくださいね。いよいよ本格始動の海と日本プロジェクト in 愛媛。4月26日に南海放送で実行委員会が開かれ、各市町村の担当者にプロジェクトの概要が説明されました。今年の実行委員長は昨年プロジェクトの推進リーダーを務めていただいたビーチバレーでおなじみ佐伯美香さん。市町村とタッグを組んで今年も愛媛の海を紹介しまくっちゃいます。それでは早速こちらのイベントから。ここは宇和島市、宇和島市長杯ヨットレースにやってきました。毎年行われているヨットレースで今年で22回目を迎えます。こんなに大きなヨットがたくさん集まっていますよ。愛媛県内外から50艇以上のヨットが参加するこのレースは、およそ16キロのコースでタイムを競う歴史あるレースです。今日皆さんどちらからいらっしゃったんですか？あのね、大阪は新西の目ヨットハーバーのね、関西ヨットクラブへの場合なんです。優勝するぞ！女性がいらっしゃいますよ。こんにちは。女性船長珍しいので、かっこいいですし。風さえあれば、と私がタイミングをうまく合わせれれば、いいスタートが切れるかなと思ってます。優勝するぞ！もうすぐレースも始まりますね。今日はみかんも応援に来てます。頑張れ。午前10時レーススタートです。皆さん、ヨットってどうやって進むか知っていますか？飛行機が空を飛ぶのと同じ揚力の原理と水の抵抗の2つを利用して風上およそ45度に進みます。つまり風向きに対してまっすぐ進むことができず、ジグザグに進んでいくんですね。進行方向が必ずしも風上とは限りませんので、セールの種類を変えたり、角度、舵の調整で風向きに応じたコース取りをしなければなりません。クルーはチームプレーで一定のヨットを操船するんです。ヨットが一斉に走る姿は初夏の海にとても映えますよね。スタートから2時間、ファーストフォームのヨットが見事ゴールしました。レースしてみて、愛媛の海っていうのはどうでしたか？やっぱ実際来てみると、ここはここで素晴らしい海だと思います。ああ、よかったです、はい。ヨットレースは今年でもう22回目を迎えるということで、その間に宇和島の海、何か変化とか変わったことなんかありますか？そうですね、これはやっぱ海がみんな漁師さんもひっくるめて好きですから、やっぱ海を汚さないようなことでみんな努力していただいてると思うんですよね。毎年どんどんと綺麗になってきておりますね。愛媛の海で繰り広げられるヨットレース、瀬戸内の海風に立ち向かうヨットマンたちの笑顔が爽やかな一日でした。海と日本、はい、
今年も元ビーチバレー日本代表の佐伯美香さんと一緒に愛媛の海を盛り上げていきたいと思います。はい、来月以降もサタデリで海と日本プロジェクトイン愛媛紹介していきます。お楽しみに。はい、